まあ、広島の石膏でね、はい、広島に8本打たれてるんですよね、まあ、尾形の素晴らしいホームランもあったんだけど、なんかのらりくらりとかわしてるなっていう感じですね、ここまではね、まあ、そろそろ球数もね、増えてくるからこれからの踏ん張りでしょうね。5回まで84球放っています。初球打ちフェアです。3塁線野村足がやっぱり痛いんですね。セカンドへストップ、ゆっくり到着です。ノーアウトランナー2塁で金本。これはしかし遠藤がいいリリーフをした、あるいはヤクルトがちょっと遠藤の的を絞りきれなかった。4回5回の0点というのがカープにはもう本当に活力剤になってますね。そうですよね。やはり遠藤以外で守っているプレイヤーがね、このヤクルトの5回の裏、3、4、5を、ね、抑えたということですよね、はい、遠藤が、これはいけるということもやはり各選手が思ったんじゃないかな。そうでしょうね、うん、ヘルメットを取って汗びっしょり、野村が剥き出しのカイナでその汗を拭い取りました。バッターは金本、内安打と内野フライ。栗村さん、はい、川崎投手本人の話なんですけれどもね、調子はまあまあじゃないかというふうに言っています、ただ、まあ、シュートがいつものキレじゃないそうなんですね。でなんとか、まあ、その他のスライダーやストレートでかわしてはいるけれども、まあ、シュートが良くないということで本来のピッチングまではいっていないと、はい、ただ、まあ、今までよりはいいんじゃないかと、こういう話でした。そうですか、はい、今リポーターの川崎の談話が入ったんですけれども、これ今まで前回が3イニング、その前3イニングで、これ川崎健次郎シュートのキレだけ、まあ本人は今登板中ですから、そんなもうとんでもなく悪いとは言えないでしょうけども、苦しいですねこれはね、シュートが切れないというのは、まあこの人の持ち球シュート、ああ打たれた、絡みましたライト前、セカンドランナー三塁ストップ、ノーアウトですから無理しません、ノーアウト一塁三塁。岡添さんからの川崎の談話のリポートだったんですが、確かにシュートのキレはね、いい時の川崎の球じゃないですよね、はい、もう少し右バッターに、胸元に来るようなね、切れてくるシュートだったけど、はい、そしてそれがボールになるということで、今のようにこの変化球を投げるとね、やはりコースが甘いんですよね。ノーアウト一塁三塁、6回の表のカープの攻撃です。さて北海道からファックスを頂戴しました。北海道の北島さん、北島三郎さんじゃないでしょうね。川崎踏ん張れ、ここで踏ん張れば打線がすぐ勝ち越してくれるぞ、まさに応援ファックスです。ありがとうございました。北海道の北島さん、ありがとうございました。6回の表のカープの攻撃、ノーアウト一塁三塁、まあ、通常常識的に言えば近藤さん、これもう1点は仕方がないという形になりますけどね、そうですね、だから、ヤクルトの守りがね、はい、どういうふうに守るかですね、極端な前進は取らないと思うんですよね。だからでしょうね、はい、まだイニングはこれ6回ですからね、バッターエディディアス、ライトフライト、レフト前タイムリー、中間ですかね。そうですね、中間守備ですね、これはそれとやはりサードランナーの野村が足の状態が良くないということも、作戦に入ってくるかな、それが大きいでしょうね、なるほど、これ普通だったら取れないかもしれない、普通は三塁ランナー致し方なしということを、そういう感じで守備をすると思うんですが、比較的普通の守備よりもやや浅め、ノーアウト一三塁、外側へボール、まあこのディアス今日打ってますよね、ここでどうしても1点欲しいですよね。次が、まあ、好投している遠藤ですからね、ピッチャーの遠藤ですからね、はいはい、だからこれが吉井バー内野フライドを打つと、せっかくいいピッチングしている遠藤に変えなくちゃいけないということになってますよね。コースへ、顎から汗が滴り落ちています川崎。
今シュートボールですね。シュートです、はい。まあちょっと こちらから見るとボール気味ですけどね、はい、アンパイアのこれなんかもう一つでね、ジャッジ一つで今のストライクだったらこうどんどん効いてくればいいんですよね。そうですね、うん、ワンエンドワン落ちる球、うん、ここは古田のその動き見ていると面白いですね。これいろいろな駆け引きですが、そうですね、やはりこういうところの気配りっていうんですかね、はい、キャッチャーの、はい、これは非常にやはり正リーグではここまでの気配りをしてサインを出すキャッチャーはいませんよね、はい、うん、もうエディディアス打ち気満々です。バターにとってこんな美味しい場面ないですからね。そうなんですよね、2エンドバント追い込みました。川崎3対3同点です。6回の表ノーアウト1、3塁外側なんとかバットに当てました。何事か天に向かってごちょごちょっと言いました、ディアスですが、だからマーティさんが先ほど言われたようにハングリー、精神が旺盛だから、うん、こういう時のチャンスは非常に外国人迎えると嫌ですよね。そうですね、だからこういう時にもういい結果出してやろうと思ってもう向きになってきますからね、うん、またそれをうまく利用してかわすってこともできるんだけどね、うん、まあ、ゲッツーも取りにくいでしょ、この小西の場合は足あるからね、だからその守備も取ってると思うんですよ、うん、ちょっと変則な守備ですよね、はい、うん、前にしようか後ろにしようかじゃないんですよね。2エンド1追い込んだ5球目甘く入った、左中間へ真っ二つ、三塁ランナーゆっくり野村が生還、一塁ランナー三塁を待ってホームイン、カープ逆転5対3。古田の意図しているところとはとんでもない甘いコースへ、古田とは逆のところへ川崎のボールが行ってしまいました。古田がそのバックホームされるボールを取った後でしばらくしゃがみ込んでいました。真ん中高めですね、真ん中高めいっちゃいました、うん、まあそれを逃さずにね、まあ、打ったバッターを褒めるのか、まあ古田からすればなんであんな球だっていうことをね思ってると思うんですよね、完全ピッチャーミスですね、ピッチャーミス、うん、逆にあのボールを打てないとはダメですね。そうですね、うん、いやディアスの顔見ましたか、でも喜んでました、ね、あ、ありがとうありがとう、あの走りくいだけど面白いんですよ、だからね私このディアスが打って、これでまた遠藤が来ましたよ打席にね、これ送っとけばいいんですよ、そうです ね、ノーアウトランナー2塁で遠藤そのまま打席です。ヤクルトはしかしこの2点大きくのしかかります。このところ広田あるいは山本達樹というところを感覚を詰めて使っている関係で、できたら川崎にせめて7回まではという気持ちが強い一塁側ダグアウトですが、ちょっとそうはいかなくなってきました。おっとバント空振り、セカンドランナー飛び出しているアウト、さすがフリア、うん、これはしかし達川監督のおいという怒りますね。まあこれはねバッターがねこれ空振りしてくれると一番困っちゃうの、ランナーはねやはり 2,3 歩出ますからね、そうですね、それから空振りされるもんだと帰れないんですよ、うん、このノーアウトランナーセカンドのバントでねもうフライとかそれはバントの失敗はしょうがないけど空振りだけするなっていうことをよく僕も言われたしね、選手の時に、うん、これが一番始末悪いの。ディアスがセカンドに来るしワンアウトで、まあ、本当にボールワンエンドその点でディアスがかわいそうっていうところもあるけれども、うん、とりあえずフルヤ迷わないでリリースが早いんですね、うん、だからそういうところの状況判断もよく見てますよね、本当に早いんです、うん、インコースの球をうまくライトへ持っていきましたがライトフライ2アウトです。ラストバッター瀬戸を迎えます。もう川崎歯を食いしばっての投球です、うん、まあこれ遠藤今バントもう十分自分でね反省してますからね、これベンチであまりにもコーチがうるさく言わない方がいいか分からない、もう十分に分かってると思う、うん、だからピッチングだけきっちりやって、はい、うん、
けども言うよ、言ってると思うよ。大野コーチが行きました。これはピッチングのことですね、うん、大野コーチはこれも、ね、投げる方で言ってると思うんですよね、はい、うん、後で大下さんが何か言うんじゃないかな、言うかかんないねだからあれですよね、山内さん、このタイミングもありますよね、選手を叱るときとか注意するときはね。あ、そうですね、うん、あの日本の野球とアメリカの野球、それは一番大きな違いと思うんですね、うん、励ますと怒りますの、うん、あのウェイト、うんうんうん、日本結構怒りますのウェイトが多すぎるんじゃないかなと我々は思うんですね、うん、もう少し励ました方がいいんじゃないかなと思うところが随分あるね。レディーディアスのユニフォームをご覧ください6回の表カープはこのディアスの2点タイムリーツーベースで勝ち越しています。6回の裏ヤクルトは6番スミスから6回の表終わりました。5対3カープが2点リードを取りました。